じゃあ始めたいと思います。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は、熱海アートグラントのキュレータートークということで、キュレーターを担っていただいた方々に集まっていただいてトークをさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でこの場所がですね、あの熱海の隠れ里、何番ですか、マップの。マップのですね、はい、F という場所で、あの旅館を借りて、あの撮影しております。駅近ですよね。駅から歩いて5分ぐらいですね。一番近い場所かもしれないですね。このメンバーが、あの出動の本当今年どうの何だろう、記録として残したいなっていうのがあって、ちょっと集まってもらいました。1時間だけですけど、よろしくお願いします。ゆうとさん、ありがとう。今回あの熱海アートグラントの期間なんですけど、あのこのプロジェクト熱海っていうプロジェクトが、あの1つは赤をアートレジデンスというレジデンスのプログラムと、2つ目がこの年に1回行う熱海アートグラントっていう2本柱でやっています。で今回吉田くんと赤木優くんと池内はずみちゃんがキュレーションのチームに入ってくれたんですけど、吉田くんと、高木くんは赤尾のアートレジデンスから入ってもらって、今回入ってもらってます。はい、で結構先にリサなんか2人が入ってくれてたのもあって、すごく本当に今回は良かったなと思っていて、結構年に1回とはいえ、それに向けてやっぱ熱海のことを知っていたりとか、このこと、この状況にまず私たち自体が慣れていかないとできないプロジェクトだったので、本当レジデンスとグラント両方あってよかったなと思っています。レジデンスは基本的にはね、赤をホテルに赤をちょっと名前今変わっちゃいましたけど、に滞在していただいて、ホテルの中で制作活動だったり街に出てもらったんですけども、グラントが元々の趣旨が街にはみ出していこうっていうのがあったので、熱海の街をもっと巻き込んでいくっていうところで、まあ、それこそ最初広報の展覧会場ゼロの状態、そう、もう本当にゼロでね、どうなるか、本当飛び込みで行ったりとか、はい、あの誰かの紹介で来させていただいたとか、うん、まあ、こことかもね、紹介で来させていただいて、まあ、すごい数のたくさん。一番紹介が多かったんですか、場所っていうのは。全部口コミ、ほとんど。そうですね、最初にあのプロジェクト熱海の説明みたいなのをこう、町の皆さんの、うん、木の宮神社の中で重役の皆さんが集まった会議みたいなところで発表させてもらって、その時に一番なんか反応してくださったのが商工会議所の石井さんっていう、はい、結構今回キーになる人だって、はい、でこのプロジェクトに関して、まあ、他の人はみんな「おか」みたいな、何やるんだろうみたいな感じだったんだけど、なんか商工会議所だから、まあ、いろんなお店とかのやり取りをしてる中で、やっぱ熱海に人が来てほしいし、アートっていう切り口でやってほしいからって言って、で自分の家の実家の壁をよかったら使ってくれって最初に紹介して、あの提供してくれた。でさらにそこから喫茶チャチャとか、 あとそう自達商店とか、もういろんなところ紹介してくださって、それからね、毎月ラウンドミーティングみたいなのを、 その石井さんが働いて商工会議所の会議室を使わせていただいて、それは市内なんですか、もうあの銀座の商店街のすぐ建物の向かいぐらい、ああのパチンコの辺り、あれの隣、そう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 隣毎月月1回ぐらいやっていて、ね、まあ、そこでね、あの九州のホテルの、そうですね、じゃあそこでグランツとかレジデンスとかいろいろ生まれてきたって感じですよね、今回の、うん、そう、グランツの会場はもう本当その会議にちょっとずつ出ては話をして、うん、あとなんか最初ね、候補になるかもっていう会場を車で回って飛び込みもしたよねそれでなんか姫の沢公園とか、その時に本当に初めましてで言いに行って、こういうアートのイベント秋にしたいんです、そしたらそこから毎回ミーティング参加してくれて、そう、すごい積極的で、そこからです、十国峠とかもそうだし、あと伊豆箱根タクシーも、うん、すごい、うん、もうなんか人のおかげ手探りでなんとか、はい、形にじゃあ最初はもう石井さんから始まったと言っても過言ではない、うん、あとでもキュレーションホテルの沢山さんも結構初期の、ね、タイミングでやろうって言ってくれたから、幹事にもあの和美さんは入ってくださったんだけど、うんうん、そう、それすごい特徴ですよね、野外から屋
国内までっていうのがすごいまちまちで、なんかアートイベント出るときってまあ古民家でやったりとか、それっぽい場所っていうのを探してまとめていくっていうのがセオリーだと思うんですけど、メンツもね、もう多分普通のフェスティバルで見れないような感じが、なんかこうよく言えばバラエティに飛んでるけど統一性がない、想像ができないメンツで、場所も結構本当カフェから、うん、なんかいろんな場所があって、これが今回の熱海カラーっていう名前になってるんですけど、カラー熱海か、それが出てるのが1回目の特徴なのかなと思いますよね、吉田先生。そうですね、本当ね、グラントのその、 あの募集も今回初めてだったし、うん、7月にその土砂災害もあったりして、告知のタイミングももうギリギリになっちゃってだからみんなここにいる3人にも推薦をしてもらったし、うん、まあ、そう推薦した全員が受かったわけじゃなくて、うん、審査員の、ね、うん、過程 で、うん、あの全員が採用されたわけじゃないんだけど、うん、まあ、でもなんかアワードみたいなこう審査員が上から授与するっていうよりかはプランを出してもらって、うん、そのプランを採用していく、うん、でなんかどこで実現するかをなんか考えていくみたいな感じにしたかった、うんうん、確かにそうでした、うん、そういう意味で結構この3人にも推薦してもらった人コアになってます、ありがとうございますでその中でもゆうくんはあの6人の作家と、このあ7名の作家とフェスティバル内のキュレーション展みたいな感じで関わってもらってて、そうですね、展覧会って形になりましたね、結果ね、うん、なんか僕も最初レジデンスできてて、プロジェクトしてさっきおっしゃった説明方2ヶ月いて何かしていいよみたいな感じだったね何しようかなって考えて、あえてね、いつもレジデンスで成果発表とか言わずに、うん、なるべくその中で考えて、うん、あの欲しいっていうのがあって、うん、そうですね、なんかそこまでプレッシャーがないっていうか、楽しんで熱海って場所を知ってもらうってことが大事なのかなっていうふうにすごい主催者が感じてて、出ても、まあ、結構すごい展覧会を作りたいっていう気持ちになる、まあ、結局自分ができるのが展覧会を作るっていうことになっちゃうので、うん、結果、まあ、展覧会っていう形にして、まあ、7名の作家、レジデンスから2名、プロジェクトから5名、グランツから5名、グランツから5名っていう形になって作りましたね、まあ、今やってますね今度キュレーションなんですか、吉田さんは。いや、僕は守り神じゃなくて、守り神じゃなくて、何だっけ、見守りたい吉田君は見守りたいっていう立場まあ、もちろん、なんだろうな、推薦というか、自分が声かけた人の様子は見つつ、まあ、プランとかは事前にあったので、うんうん、まあ、どこがいいですかとか、なんかその最低限見守るみたいな、うんうん、で、なんかその相談があったら乗りますよみたいな、そういうスタンスというか、うんうん、だからそんな高木ほど展覧会を作るっていう、なんか。エゴが道筋は別に用意してないというか、だけ、まあ、ここにちょうど隠れ里にその割と見守った人たちが多くいるんですけど、まあ、見守った人たち、まあ見守ったなって感じまあでもそのこのグラント本当になんか女性っていう名前なんていうかな、ちゃんと20万がそれぞれ出て、こんなに20万でクオリティが上がるんですか、すごいよね、っていうのがあの見てて、あの嬉しかったです。うん、見守るか見守らないで全然クオリティ変わってきますからね。まあ、本当に、まあ、そうだね、持っとかれたりと思今回すごい思ったのがキュレーションと、まあ、キュレーショントークですけど、コーディネーションっていうのがあるじゃないですか、うん、マネージメントっていう部分っていうのが今こん、まあ、すごい展覧家が多様化してる中で、うん、まあ、そこら辺の住み分けってすごい両輪で回していかないと、ただコーディネーションだけじゃっていうのもあると思うし、そこがもうちょっとこう一色単になっていかないと、キュレーションキュレーションってまあすごい増えてるじゃないですか、うん、今現代アートシーンでもなんかいろんなところでやってますけど、そこら辺ももっと自覚的になっていかないといいものを作れないんだなっていうのはすごい思ったなっていうのを見て、なってないまだまだ喋りますよ実際だってゆうくんは体験のこう設計っていうか、うん、そうですね、自体をなんか考えるというか、うん、それはゆうくん自体がね赤尾で感じたことからもあると思うんだけど、ね、意外とそのね、なんていうんですか、大文字のコンセプトであったりとか、うん、まあ、ステートメントみたいな今回あんまり実は用意してなくて、どっちかといえば赤尾っていう場所っていうのがどういう体験を規定するのかっていう展覧会設計の方に近かったなって
まあ、それに興味があるような今考えているようなこととかはテキストとかに入れたんですけど、そこはすごい大きかったなと思ってて、で、まあ、そこがまあキュレーションなのかって言われたらまだまだちょっとまあ分野的にも微妙だなってところはあると思うし、まあ、そこは考えていかないといけないポイントだなとは思いましたね。まあ、今回熱海アートグラント自体が結構先ほどバラエティに飛んだ、よく言えばそうだけどまとまりがない状態の、まあ、カオスって言われてますその中でしっかりあの一つの展覧会という形で作っていくので、うん、グーッとこれで全体的な強度がすごい出たなっていうのがすごく、いや本当にありがとうございます。深度がね、なんかこう、そうそうそう、やっぱ縦が必要で、うん、そういう意味で、まあ、物理的にはあの17階って言ったっていうのもあるし、うん、まあ、なんか実際のところそのホテルニューヨークを使えるかどうかって直前まで分かんなかったんですよ ね、 本当にね、それを、まあ、しっかりプレゼンしてあのそれをやるっていう方向で緊張に満ちた、満ちすぎだったよね、突き抜きしてたらね、こんな感じになっちゃってますけどあれやっぱ大きかったですね、坊主もそれ直してそれもあったんだ、坊主坊主の子しか言われないからね、しか言われてない可愛い坊主の子っていう従業員の人の坊主の子そう、あの会長にプレゼンとかダパンして実現したんですね。そう、いろんなアーティストが赤を使いたいって言うけど、うん、やっぱりなかなか難しい、筋がなかったら多分無理だったと思う、うんうん、ここを使ったらいいな、ここを使ったらいいなっていろいろなアイデアあったけど、使えるかどうか、いろいろオペレーションの問題とか、うん、ボスの問題とかもあって、ね、そこの問題はね、うん、今も抱えるけどすごい盛況で皆さん来てくださって、ね、想定してたの全然違った形に、ね、本当にびっくりしてて、いや、おかげさん本当にね、あの、うん、ホテルの人もびっくりしてるし、バスの人もびっくりしてるし、宿泊客全然いないんだよってバスの客ばっか運んでるんだよってバスの人言ってましたけど、でもね、宿泊客も週末は毎週末埋まってるって言って、すごい良かったと思って、こんだけ目に見えて効果が、ね、出るとは思わなかったですけど、ね、やっぱキュレーションホテルも結構人来てるんですか。キュレーションホテルの方は、キュレーションホテルですよね、名前がしますね、紛らわしい、紛らわしい、紛らわしい、そうですね、キュレーションホテルってところで大体大体大体 PR をやってる O ですよね、そうです、O のマーケティングを今仕事としてはキュレーションホテルというところでやっていて、今回あのこのアートグラントには3棟あるうちのホテルの一つの桃山雅苑というところを会場として使っていただいてるんですけども、あのまあ、確かにお客様が普段そこのエリア、私たちがその桃山雅苑を持ってるエリアっていうのがあの熱海の桃山町っていうところになるんですけど、MOA 美術館っていう、まあ、熱海ですごく大切な美術館があるエリアでありつつ、あの、まあ、昔からその東山文化というか、あのなんて言うんでしょうね、昔のまあ文化人とか富豪とかが別荘を持っていたエリアに当たるんですね、桃山町っていうところで、文化的にはすごく大切な、熱海にとって大切なエリアになってくるんですけど、あのやはりなんて言うんでしょう、たくさんの人がこうね、あの銀座通りのように訪れる場所かっていうと、うん、そうではないところだったので、まあ、私たちのホテルに壁画をあのバグさんっていうアーティストの方にアントグラントで今回描いていただいて、まあ、ホテルとしての存在感もそうだし、まあ、桃山町に訪れてその地を知ってもらうきっかけにちょっと一つの、まあ、ワンステップとしてはなれたのかなっていうのは、結構ね、キュレーションホテルに上がっていく道でどこなんだろうみたいになるけどあのね、目印というそうですね、まあ、できたことによってちょっと風景が変わった、うん、はい、それはもう一時的な壁画になるんですか。いや、すごいすぐってそうですね、もともと実は、まあ、あの私たちのホテルって言ってるんですけど、うん、撮ってる形態としてはあの個人所有の別荘地をこう、まあ、ちょっとエアビービーみたいな感じで、はい、あのオーナーさんがいない時に一般の方に使っていただくというビジネス形態を撮ってるんですけど、あのまあ、もともとやっぱり外観はただ の、 あのビルなんですね。であえてそういう風にしてる、目立たないようにしてるっていうのもあったんですけど、やはり迷われるお客さんはすごく多くて、で一個目印になるものでも普通の、まあ、ものじゃんとはちょっと違うユニークなものが あればいいなって思ってたので、なんかたまたまタイミングとこう巡り合いというか出会いが重なってこういうことがあったっていうのはすごく私たちホテルにとってもなんか奇跡だみたいなのは思いましたね。最後にね、奇跡的な決まり方したもん、ね、そうね、ここだみたいになって本当はガーデンに爆散かかったんですけど、そうそう、ね、違う違うってなってね、うちもかけますよって話になって、ね、もう速攻やる気になっちゃってたんですよ、ね、そうですね、早かったっすよね、やるってなったらね、もう2日ぐらいの。でも駅が本当になんか喫茶茶茶の人もすごい喜んでくれて、なんか
壁画を見に来た人の7割ぐらいがお茶して帰ってくれる、めっちゃ感動して、あの寡黙なおじさんだったんだけど、お茶上手に嬉しかった。残したいっていう人とか、うん、頼みたいっていう人もね。あ、そうですよね。またこれ見てクラフトは別にまたうちに帰ってくるっていうのは、そうそうそう、ね、作品残っていくみたいなのがすごいコンセプトになってますよね。ね、そうだね、うん、その彩りを作っていくっていうのも、うん、その熱海っていう町がこう、最初に赤尾さんに私がどんな風なプロジェクトになったらいいですか、うん、いいと思ってますかっていう話をしたことが、はい、一番最初した時に、うん、はいはい、なんかガーデンとか花火とか、うん、一時的な花の見頃とか、まあ、はいはい、一夜のものはあるんだけど、うん、それ以外の時が寂しいと、だから年中いろんな色があるようなイメージになってほしいなって言ってて、その色っていうのは、まあ、いろんな花だけじゃなくて、まあ、花火だけじゃなくて、まあ、作品もあったり、だから私がそれに対してできるのは、まあ、街を彩っていくっていうイメージがそこで湧いて、うん、今回テーマにして、一回その土砂災害があった時はそのタイトルのままでいいのかなとかも考えたんだけど、まあ、でもなんかその石井さんが最初にその応援してくれた石井さんが、いやこういう時だからこそやりましょうみたいな感じで言ってくれて、本当できたんだけど、うん、壁画はやっぱりでもすごい影響力がありますよね、外にね、やっぱりね、うん、なんかやっぱり調子を、まあ、ある意味選ばないじゃないですか、うんうんうん、壁画という媒体が、うんうん、でやっぱりみんなに届く、でみんなにやっぱり何かを感じ取ってもらえる要素を結構秘めてると思うので、そういった意味では私は個人的にはすごくやっぱり壁画好きやそうです ね, いですね、結構ストリートペイントとかを、はい、やってるアーティストを割と見てきたので、うん、そういうのをまた日本でやってるアーティストたちの中にあのちょっと感じられたっていうのはすごく面白かったですね。でも今回あと面白かったのは、はずみちゃんがそれもなんかきっかけを作ってくれたんだけど、最初にホテルの聚楽ホテルさんが、ね、うん、はいはい、あのうちよかった使ってって言ってくれてファックスしてくださったんですよね。それで最後に6軒ぐらいの旅館が他の旅館にファックスしてくださった、ね、そう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 、それはずみちゃんが対応してくれて最後、めちゃ増えましたもん。なんか集中つくのかなぐらい。そうそうそう、もうどう、何のよう、どう展示したらいいのか。いやー、熱海の一つ、まあ、私もまだあのここに住み始めてすごく時間が経ってるわけではないんですけど、熱海の一つの特徴としてやっぱりこうやっぱグループと化してるところあるんですよね。ここに所属してやっぱその中でこうコミュニティとして成り立っていて、で情報交換とかっていうのをそこでもうみんな求めてる、一つの場所でその情報を得るっていうのがすごく携帯としては出てて、でもなんか そ, のそういうグループっていうのもいっぱいあるんですよね、なんとか組合地区ごととか、うん、はい、で今回その会場、旅館ホテルさんの会場をあの呼びかけをお願いしたのがホテル熱海のホテル旅館組合っていう、うん、温泉旅館組合っていうところなんですけども、たまたまその聚楽ホテルさんに声掛けしたことによって、まあ、そのオーナーの方がじゃ他の会場も探してるんだったら組合の方で一気に呼びかけちゃった方が早いんじゃないでしょうかっていう提案をしてくれて、あのこうファックスであのやっていただいて、で結構最初不安でやっぱりちょっと反応来るのかなと思ったんですけど、すぐに結構何箇所もで結構熱海の中でも流し入れてるというか、うん、影響力のある旅館とか、ね、はい、フレア旅館とかフレア旅館さんとか新加戸屋さんとかっていう、ね、あの堀田旅館さんとか、うん、結構アイコニックな存在である旅館とかホテルがこう名乗り出てくれたっていうのが、まあ、今後続けていくに関してもすごく重要になる気はしてて、うん、結構高倉くんがそれを逆手に取ってくれてで吉田くんが担当してくれてたけど、そうですね、まあ、いろんな場所に5カ所でした、ほぼ旅館制覇してんじゃないですか、ほぼ制覇してそうですね、高倉市も NFT 上に NFT 上でも見れるブラウン管で再生されているブラウン管で再生されている変える 3DCG の作品がバラバラに置いてある、面白いですよね、5歳みたいになっててね、パーツを集めて、パーツを集めたらいいことあるかも、いいこと実際あるかも、いいことは、まあ、ていうか絶対あの集めれないという新門屋はちょっとこのハードルが高いよね、あ、止まらないと見れないとか、いや、それは古屋旅館だから、いろいろアプローチが面白い、いろいろそれぞれメディアが本当にやりたい、めちゃくちゃバラバラだから、そうですね、小説の人もいますしね
音楽の人もいますからね。音楽の人も。そうそうそう。坂倉さんは料理の人もいますね。料理の人もいます。そうだね。言ってる。さんでも本当に場所を私も一緒にこう会場を下見するのに何回か付き合わせてもらって、でやっぱ場所を見てもうやるアイデアは大体はやっぱみんな決まって応募してきてたんですけど、やっぱり場所を見てからその人たちがどういう人が行き来してるのかとか、どういう人たちが思いを持って働いてるのかっていうのを話した後に出てくるものっていうのがすごい私は見てて、あ、これが、まあ、まさに多分アートグラントでやりたかったことの一つだろうなっていうふうには思って、なんかその過程を一緒に見守れるような感覚だったのですごく面白かったですね、そこの部分。うん、結構ね、熱海 あのゆかりがあるなしに関わらずね、あの短い期間ながらにみんないろいろ考えて取り組んでくれて、そうだと思います。佐久間が見守り隊の中で気になんかこれ面白かったな。あ、いや結構どれも松井くんも良かったよね。松井さんはゆとりえっていう、ゆとりえっていうあの宿泊所に、あの喫茶喫茶喫茶っていう場所自体が面白いんですけど、なんていうか松井翔太くんの作品と場所の多分なあのコンセプトっていうか、なんか作り方が通底したものがあるなと思って、あのそういうのはもうたまに行くたびに喋っていて、すごい合うと思いますっていうのをずっと言ってて、自然物とね、人工物それ結構よく思う。そうですね、久留宮神社とか超面白かったんですよ。なんかそういう街なのかなと思って、久留宮神社の2000年の木の宮神社コンテンポラリー神社コンテンポだよね。なんか携帯置くところが結構あれはかなり感動したっすね、僕は熱海の街の中では。今回いろいろ見た3000年のクスノキがね、ある神社だけど、すごいなんかそう、なんかあの言い方悪いですけど、言い方いいのかな、あの建築がすごいおしゃれなんですよ、その神社社とか。そうだね、それをクスノキを見せるためのこう、あの演出とかね、演出とかなんかこういう更新のあり方ってやってる神社あるんだと思って、結構僕個人的には見たことなかったので、結構なんかまあどうこう過去のものを、まあ、今回いろんな熱海って街がそもそもバブルの街で、どう過去とかを継承していくかみたいな問題は多分少なからずとも考えたアーティストがいて、作品の中にも出てる人はすごいと思うんだけど、まあああいうなんか日本の問題でもあるし西洋の問題でもあるし、結構まあ西洋でアプローチしてるとこ多いなと思うんですよ。古い石、まあ、石造建築だからってのあると思うんですけど、なんかああいう風になんか更新しての面白いなと思ったから、あれ結構なんか来年とか使えたら面白そうだなと思ったの。木の宮神社ね、あの乗り換えよくなんかやりたいやりたいよって言ってくれたんだけど、それ以降の誰に繋がらないよ。でもやりたいよね、オープニングも来てくれてたから。あそこ巻き込むっていうのはやっぱりそこできたらいいです。なんかあのお話ちょっと聞いたんですけど、その神社ってものはそもそもなんか今すごい格式がある感じになっちゃったけど、はい、もともとはもう何でもありの場所だったっていうところがあって、だったら何やってもいいじゃないっていうところで、まあ、インスタ映えするようなしつらいとか、あそこもね、あと夜の舞台の演出みたいなところで、ライティング、そう、あのね、楠木もちょっと上がったところに五色の森にして、あ、ありますね、で、あの辺とかもすごく雰囲気よく作って、お餅焼けたりとか、舞台があったりとか、体験を設計してるよね、そういう意味ではね、ここでどんな風にみんなが動くのかみたいな。そうですね、今回この熱海グランツ自体、カラー熱海とかちょっとリテラシーめちゃめちゃ高いんで、まずどこやねんっていうのめちゃくちゃ分かりづらいと有名なウェブサイトもすみません、メイン会場来てもわけわからない。なんかね、メイン会場ってやっぱ最後は赤尾のこと言っちゃったけど、それ赤尾がさやり始めたから、ね、赤尾だけを行かせたくなかったじゃなくて、ね、難しくて、でも分量的にやっぱどうしてもね、寄ったっすね、いやでも来年も会場増えそうってことですよね。そうだね、木の宮神社いいかもね、あそこはあの機運閣とかね、あ、機運閣とかね、あ、そう、逆にこういうとこいいんじゃないと思った場所とかあります。そうそうそう、熱海で、初島、
初島ね。にまあ初島はちょっとあれですけど、初島に行くフェリーの待ち合いとか、うん、あ、いい、あ、いいんじゃないかなと。あ、ケーブルカーとかね。あ、そうだね。あ、飛行館に行くところのケーブルカーいいかもいいかも。あっちの方いいんだよね。そのなんだ、後楽園とかある方のね、あっちの港側の港町が。釣りとかできる、なんか結構そのなんつうの、赤尾と赤尾の手前、うん、だからフェリーに乗るところなんだけど、よりもちょっと奥みたいな。熱海港とか、熱海港とか、うん、港とか本当は ね使いたいよね。網代港とかも面白くそうでしたよね、だいぶ。今内達商店がある港だけど、うんうん、唯一網代地区に網代出没。網代は結構熱海の中でもちょっとやっぱハードコアな場所で、ハードコア。前あのね、あ、会計側やってくれたキーニュさんにも言ってたんですけど、うんうん、あのやっぱりあそこはずっとこう干物が名物で、熱海は、うん、でその干物の工場がたくさん集まっている場所なんですよね、うんうん、なんでまあものづくりが、まあ、あのベースになっている場所で、で、うん、あの港につなぐあの場所もしっかりありますし、まあ、漁師さんがいつもこう行き来しているような場所で、まあ、リアル熱海が見れる場所っていうか、うん、すごいローカルなやっぱり部分ってそこから来てるところもあって、でもやっぱりあの一回熱海の方まで来るとやっぱり見せる方ね、もう少し観光に寄ったあの姿勢になってくると思うんですけど、そこのルーツっていうかがやっぱり変わっていく様子が同じ熱海の地区の中でも見れるっていうのが一つ面白い場所なんで、まあ、なんか網代に行ったら結構ああ通だねみたいな感じになると思いますね、熱海に。今回あの二宮さんがね、あの網代に、あの佐藤さんがあの網代の朝市に行った時に、その漁師さんと話してて、その縄、うん、あの網の網を使いたいっていうので、うん、あの探してくださって、ボロボロのやつがいっぱいあったんですけど、これいいですかこれいいですかって、もういやこれ使ってるんですまだみたいな。で使っ、あのボロボロに見るとやっぱ使ってるっていうのがちゃんと、ね、ちゃんと使われてるんだなって、で、ね、まあ、廃棄になったやつをきちんとその漁師さん探してくださって、それを使って作品ね、チャチャさんに今おかせ、チャチャさんじゃない、渚とカフェに置かせていただいたりとかしてますけど。逆に多分漁師さんたちからしても、これをアーティストが使いたいんだってすごいびっくりしたと思います、多分、うん、これがアートの一部になれるんだって、まずその価値観の新しい、なんて言うんでしょう、まあ、刺激を与えてくれる存在がまさにこう参加してくれたアーティストたちだったと思うので、うん、なんかあのもちろん旅館とかホテルとかで働いてらっしゃる方とかオーナーの方にアーティストを紹介してやっぱり話していくと、すごくびっくりやっぱりされる観点をたくさんアーティスト持っていて、はい、やっぱアーティストの目で、あの熱海を発見していっていくっていうのが今回の趣旨でもあったから、それはすごい。最初にやっぱレジデンスであのアーティストたちが来た時に、まずホテルのみんなが変わったような気がして、なんかあの石にばっかり、ちょうど違う注目する、石の石作っちゃったりとか、創作も面白かったよね今回。最後の最後にさ、あの知らないうちに夜のうちにあのホテルに入ると一番上に見える、あの幕というか、幕、うん、フラッグみたいな、選ばなかった道っていうフラッグがついてるんですけど、初めはあの撮影してすぐ撮ろうと思ってたらしいですけど、案外いいなっていうことで残した。すっとね、ねえ、あれ最後鮮やかだったよね、びっくりして。あれ結構アーティストの中に波紋を呼んでました。聞いてないよみたいな。というかはどっちかといえば、うん、ああいうあり方みたいな、軽やかで、まあ、要はこういう形式があって、フェスティバルって形式があって、まあいかにそうサイトスペシティックにコンテクストによったりとか、オーガナイザーのことを組み取ってとかでは、まあもちろんずっとリサーチをしてた赤1年ぐらい、秘密を抱え1年ぐらいの1年ぐらいしてるから出てくるものなんだけれども、最後にこうやってパッと決めてマスターピース作っていくみたいなのを見てたアーティストたちはすごい悔しがったですね。あ、悔しがった、すごいいい作品だから、刺激の、あそこがちゃんと道でつながってるっていうのを知ってるのはやっぱね、歩いてるからこそっていう、確かにできるとできないっていうのをちゃんと身体値として分かってるっていうのがね、やっぱあれはでも、あの分かんないですけど、すげえいいなって思いましたけど、まさかこんなにレジデンスで参加したアーティストたちにクラントも参加してもらうことになると私たちも最初は、ね、一応分けてたけど、なんか結局一緒になっちゃって、まあまあ良かったですけど、いや、だからグラントのアーティストももっと今今回来てみて、もっと来年だとこうできるかもみたいなね、考えてくれてる人も、うん、
来年はどういう。でもなんかそのもう一回プラン出したいっていうのも、うん、あのこあの応募する段階では全然ありだなと思ったりして、うん、なんかやっぱね、初めてパッと出すより振動があるだろうし、うん、前ね飲みの席で同じ作家でまたやったら面白い。全員同じ作家だった全員までは分かんないけどそれはそれで新しいなってすごく知ってちなみに僕それ結構本気では思ってて今日絶対言おうと思ってて今日仕込んできてたしかもその人の業はきついた瞬間に何しゃべろうっていやいや面白い本当面白い当たり、まあ、このフェスティバル形式のものでやっぱりこう変わっていくこと、うんうんっていうことがやっぱすごい求められているし、うん、常に更新し続けていくこと、うんまあ、新しくあることっていうのは常にアートで求まれてきたようなイデオロギーだと思うんですけど、うん、なんかこういうふうにすごいカオスで生まれた熱海グランツしかもブランツってついてて、まあ、サポまあ要はあれですよねサポート女性、うんうん、どうこうアーティストと並走していくのかっていう舞台があるときに今年もまあちょっとまあ短期間でやったと、うん、でまあ三岡みたいにね1年準備してパッと鮮やかに決めてたしレジデンス勢だからレジデンス勢だねまあそれはそうなんだけどまあ多分実質現場でやグランツとして1ヶ月ぐらいですよね多分そうね長い人でも、うん、長くても1ヶ月です、ね、長く入って作って中島さんが長かったね結構そうですねってなった時にやっぱこうフラストレーションが溜まってるであったりもっとできたみたいな、うん、いい刺激になる来年全く一緒とは言わないけれども参加したいっていうもし来年も聴きたいっていうアーティストがいたらその人は全員変わらず でプラスまあ公募もしてみたいな開いていくみたいな形があってまあなんだろう一回やったことをちゃんと止まって考えるみたいなそれも結構かなりのサポートだなと思ってて2回美術館とか絶対できないんですよある意味パブリックに開いてるもんだからその同じメンツをやるってなった時に相当なこうコンセプトがないとできないこと、うん、結構軽やかだったんでアートミグランス自体がすごい、まあうん、初年度ってもあったけど初年度の面白さみたいなものを DIY だったそういかにこうね武装していくかってなった時に同じメンツが2年目もできるみたいな、うん、っていうのはかなりクオリティ上がるし見たことないフェスティバルのあり方とか、うんまあ、ミュースターとかそうじゃないですか結構おかわり制度が多くて、うん、10年に一度っていうタイムスパンもあるけれども、うんうんうん、結構何度もやっていくみたいな、まあ、最初からね、うん、出るメンバー分かってれば私たちも準備しやすすぎるそうですね足んなくても大変だからそれはでもさっきも出たんですけど、うん、コーディネーションとかアートマネージメントっていうのはただこう出来事をこうやっていくことで関係性構築していくってすごい大事じゃないですか、うん、アーティストの、うん、でも関係性もすごいやっぱインスタントに消費されちゃっていくから、うん、とりあえずもアーティストと仕事していけばいいんでしょうみたいな感じになってるところも見ててあるなと思って特に東京とかはじゃなくてやっぱこうじっくり1年やりましょうやみたいな、うん、来年みたいなはこれもう中野先生とか会長とかがいいよって言ったりとか赤尾社長とかいやそれこそ民間型の芸術祭ができるみたいなことですよ ね民間型の芸術祭とはもトークやったもんねがやってくれたら俺はもうスタンディングオベーションです、ね、あ来たそこで締めが入ってたやばくないですよいやでもそれは本当にすごいラディカルだと思います、うん、逆にね、うん、変わらないことがす、うん、逆に難しいもんね、うん、今ねそうですね、うん、やっぱ2年やるっていうのは結構、うん、2年ずつ、うん、2年ずつ同じ人で変わる2年ずつ同じ人でプラスでその追加される人がまたもう1年やっていってああそういうことえじゃあ100人になるってことあと2年女性だから人数は多分、うん、2年でそのかぶる人1年かぶりしてそうそうそう人数調整しながらちょっと25ずつぐらいにしていったりとかしていくんですけど今回はまあ50からこうもう一回やりたいおかわりしたい人みたいなみんなやりたいみんなやりたいやっぱそうなのかな、うん、分かんない、うん、まあでも絶対面白いし、まあ、レジデンスの人はいいと思うんですよとりあえず一旦はもうしこたま遊んだ気がするんでまあなんかそのグラン逆にでもグラントからレジデンスに行きたいっていうのもあるかなと思ったなんか初め知ったけど次はもうちょっと2ヶ月ぐらいに対してとかはあるっすよねそれすごいいい流れですよねそういう流れもできるしねそしたら招待制レジデンスの方は招待制でグラントの方は一般に公募するから毎年グラントはどんどんまた新しいでもいいのかなでその中からレジデンスに
30名のうち20名動画だけど、もうなくなっちゃった枠が足りない。レジデンスできる人も限られてくる。あ、そう、ね、それもあるね、確かに。だから、この中から残しましょう。あれレジデンスできる人行って、だんだんなんか狭くなる方が。10人はグラント残って20人です。開くのってむずいっすよね、やっぱね。パーパーに開いてくれて、もう本当にね、よくやったよね。とりあえず形にできて本当に感謝です、みんなのおかげ。なんかアーティストの人たちはどういうふうに思ってるのかなっていうのを結構気になってて、私はなんかやっぱり運営したりとか、あの提供こうやって盛り上げていこうというふうにやってる側からの意見は、まあ、話すことも多いんですけど、やっぱり参加したアーティストたちが私たちとか熱海と同じくらい、あの刺激とか新しいインスピレーションとか受けてくれてるったらいいなっていうふうにはすごい思ってて、やっぱりあの慣れない環境だったと思うんですよ、間違いなく。そうで、悩んでる様子とかちょっと不安に思ってるアーティストの様子とかっていうのも確実に見てたし、仕方絶対そういうなっておかしくない環境だったと思うので、なんかアーティストたちもやっぱいろいろ思っただろうなって思ってて、でもなんかそこの経験をまた生かして、こう自分の作品作りとかに生かしてもらえたら、多分もう相乗効果、ウィンウィンなシチュエーションとして、それこそ持続していくことができるイベントになるのかな。米沢ちゃんとか頑張ってね、初めてのレジデンスで。初めてだったんですか。初めてだし、こういうのに参加したことないです。レジデンス初めてかも。おー、うん、逆にキュレーターがレジデンスってなかなかないよね。だから、うん、そうっすよね。キュレーターレジデンス僕もやってるんですけど、自分の、うん、そう、やっぱり展覧会を作るっていう考えになっちゃうから、うん、なんかそこをもうちょっと考えた方がよく、展覧会以外のやり方もできたんじゃないかっていうのがあったから本作ったりとかしたんですけど、うん、なんか、うん、いいっすよね、キュレーターにも何どうぞ、あ、うん、なんかキュレーターの仕事でもいいのかなとか思って、すごいそれが今回面白かったから、うん、やっぱゆうくんとそのアーティストが同じあのベースっていうか、そこにいて、だからこそ毎日のように研究学学話しながら、最後2週間とかもうすごいエネルギーでみんなで上がっていったような感じだったから、記憶ぶっ飛んでますもんね、もう目が決まってた完全に。大変だった。すごかった。でもやっぱあれってなんかその時しか、その時のやっぱグルーヴみたいなんで、掴むかどうかってね、まあ、そうですね、グルーヴ掴みきれるかどうかってね、やっぱあれですね、そのなんか頭でっかちなコンセプトとかではなくて、それはもう本当にそうっす、すごかったよね、新次郎くんとかもあそこまでね、形に、そうですね、やっぱこう長いこと知ってる子が、子がとかってアーティストが多かった、若手がすごい多いので、僕同世代の、もう巨匠もいますけど、僕の師匠もいたりとかいますけど、師匠は安定感が、もう安定の安定の抑え的な、すごい変わってくるんだなってやっぱ思うっすね。だって三田さんも長いですもんね。まあまあ長い、1年ぐらい一緒にいる、うん、そうだよね、最初の個展で見たようなあの頃思うと、そうっすね、随分は新次郎2年、まだ2年だから、うん、っていう意味では2年間一緒にやる、やっぱまともってますけど、まあ、そうそう、2年間まあ一緒にやるんだろうね、途中ね、すげえ、すっごい変わるから、そうっすよね、このぐらいの世代の2年ってやばいっすよ、チャンスがあればね、そうそうそう、そういう意味でグラントって名前で、なんか舐めさせない、舐めさせない、舐めさせない、2回目は舐めんなよみたいな、アーツラシューとかの3年女性とか2年女性とか結構舐めるやつ多いんですよ、とりあえず可燃3年あるからみたいな、惰性でやっちゃうところがあるんで、若手に対してあんまり降りなかったりするから、アーツラシューが舐めた、あ、これやばい、そこはカットで、扱う白を舐める、扱う白舐めるアーティストが多いなって、やばいやばい、難しいよね、2年最初からあるって思っちゃうと、逆に1年目なんか決まりにしなくていいのかな、うん、よかったら次はレジデンスみたいな、それもこっちで決めてもいいのか、確かに2年目どうですかみたいな、ある意味アートグラントが初めてだったんで、今年逆にもうないじゃないですか、この
初めては1回だけだから、ね、すごい不安に、まあ、そのもちろん普段多分東京とか活躍してしっかりしたあのギャラリーとかでやってるアーティストとかからするとやっぱりまだいない部分多かったと思うし、結構カオスそれこそだなっていう状況がすごい多かったと思うんですけど、アウェイな環境だし、けどなんか逆に私がそういう時になんかちょっと今、まあサポートする意味でも言ったのは、あの、まあ、初めてって逆に何でもありっていうことでもあるから、規制多分来年からどんどん前はこうだったからこうしようとかルールとかやっぱりこう決まりができてくると思うんですよね。でもある意味今回って本当に初めてで何もないとこからアーティストにもアイデア出してもらおうっていうのがあったじゃないですか。だからあの逆に自由に何でもやっちゃっていいチャンスなんですよっていうふうにはなるべく言ってみるようにはしたんです。励ましたいが見守りたい。さっき言ったアーティスト不安だったってサリーラとかすごい不安だったんじゃないかなと思って。そうですね、外国人で今回あの、ね、日本語もそんなに喋れない。そうですね、今回唯一、はい、外国籍で参加したアーティストがサリーナ・サタポンさんっていうあのタイ人のアーティストだったんですけど、彼女は本当に、まあ、まさに日本だし、で日本に来てまだ多分数ヶ月しか経ってないですよね。あ、そうなんだ。であの東京芸大の方に博士号を今あのやるんですけど、彼女は、まあ、アーティストとのしての経歴はもちろん長いんですけど、やっぱり日本でやっていくっていうのを今切り開いていっている状況で、でそれでさらに東京じゃなくて熱海っていうまた違う土地でだったので、あのすごくなんかどうなるんだろうっていうのは一番か勇気が一番あったと思うんですよね、彼女が参加してきたっていうのは。でそこをまず私はすごくあのサポートしてあげたいっていう気持ちになった理由だったんですよね。すごく勇気がある行動だから、まあ、であの、まあ、アウェイな環境でもやっぱり彼女の中での芸術性がすごく芯が通ってるものが一つあったから、多分あの彼女自身もそれをとにかくし自分で信じてやろうっていうのがあったけど、結果あのやっぱりやり遂げたなのやで、でそのすごい忙しいスケジュールの中でも時間を見つけて熱海をあの知ろうという気持ちをすごくあるあのアーティストだったので、私もすごく勉強になったから、お互いにやっぱりコネクションがアートグラウンド通じてできたことがすごくあの嬉しかったですね。聞き入っちゃうよね、とりあえず。ぜひもっとね、あの外国籍のアーティストとか参加してほしいですね。増えていくんでしょうね、はい、英語に、うん、はい、もうあの熱海のテーマでもあるんですよね、その多様性をやっぱり考えていかないといけないっていうのは、観光地であるんだけど結構もうマジでローカル、あの日本語の表記しかないレストランとかが増えてるので、そこはやっぱり熱海に住んでる人もすごい感じていて、これじゃダメだよねっていうのは、どうなん、外国人だとやっぱりすごい入りづらい、まず熱海を知ってる外国人ってかなり通だと思う、みんな箱根行っちゃうか、箱根の方が有名ですね、まあそうですね、お湯あのそう温泉入ったりしたら多分箱根が一番有名で、東京から行けると美術館とかもね、そうなんですよね、美術館もどうこうグローバルに接続していくかっていうのめっちゃ考えんといかんすよね、熱海はそう開き方、そうですね、うん、まあ、意外と移住者がすごい多い土地で、熱海は海外に住んでた日本人とか、うん、あの国際カップルで日本にあの、まあ、転年して帰ってきて熱海に住んでるっていうカップルすごく多くて、なんですけどあのローカルのところで見るとやっぱりそういう視点がすごい欠けてるところはある意味あって、でどうしていこうっていうのを具体的なアクションにつなげていくのが、うん、やっぱみんなどうしたいかわからないっていう人たちも多いので、なんかそういうところ、私が熱海に来てなんかそういうところで手伝いできるんじゃ、何かできるんじゃないかなって思ったのもそこ一つになってもあるんですよね、うんうんうん、最初はね、熱海アジアンアートアワードって名前になりそうだって、そう、いかついのに、そう、それでなんか、アグランとかサロトス、ね、それで鳥本さんももともと上海ベースだったから、それもあって、そうか言ってた、鳥本さん自体が帰れないんでした、でもニミュさんもいましたね、外国人アーティスト、失礼しました、でもまだ日本語ちょっと喋るし、ちょっとだけ喋るし、中国のね、海長いですもんね、割と日本、熱海に時間はまだ大丈夫ですか、もうあと5分ぐらい、はい、そうですね、でもなんか熱海もやっぱり
すごく今ベースなんて言うんでしょう、大事なポイントに来てると思ってて、うん、あの外から来た人間だからこそ思うんですけど、うん、なんかやっぱり土石流がある前からコロナの状況で観光協会はもうデッドですね、もう死んでて、でみんなもうどうしようっていう中に7月にやっぱり土石流が大きなきっかけであって、今もやっぱり地元でずっと暮らしてる人たちはすごいトラウマになっている方が多くて、特に高齢者の方がすごい熱海多いので、あんな状況を今まで経験したことがなかったんですよね、熱海という家に住んでて、で突然起こってみんなその町が警察とかいっぱいカオスになってる状況っていうのを目の当たりにして、なんか結構街に出るのも怖くなっちゃったって言ってるような地元の人とか結構いて、で花火とかも中止になってたりしたんですけど、なんかやっぱりだからこそ明るいことに前に進まなきゃって思ってる地元の人もたくさんいて、でホテルとか旅館の人はそういう人たちだったんですよね、結構メインになる中で。なんででもなんか今回岸区もさ、赤尾もあそこのね休館がちょうど宿泊客は止めないっていうなんか判断をしたタイミングでこの展覧会があったりして、なんか違うその旅館の使い方もありえるのかなっていう感じもした、その宴会場も展示になるし、そう展示場所になるし、まあ、これもそうだ、ここも狂ってますからねここもだいぶねもうタイミングさんがいい意味で自由にやらせて、最初からちょっとテンションが多正直全く期待せずに僕来たんですけど、ここもいいよ、ここもいいよ、ここもいい、さあみたいな、全部使っちゃってさみたいな、ずっとだよね、もう全巻どっかにかかっちゃうみたいな、なんかいい起爆剤になったのかなって思っていいよ、ね、これからだと思う、もしその参加してない旅館とか他の施設とかでも多分この存在がただ熱海でそういうことが起こってるっていう事実があるだけで少しずつ多分変わると思うんですよね、認識として、うん、なんか熱海が変わってるのかなって、じゃあ自分でなんか思ったのはさ、今赤尾にみんな滞在してるからのグルーヴもあるんだけど、うん、いろんな旅館に滞在するのも面白いのかな、うん、絶対面白いですよ ね、 ね、それは面白い、せっかくこんだけ旅館あるから、うん、それめっちゃおもろいっす、ね、すごい街がレジデンスみたいな、そう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 、レジデンスタウンみたいな、面白いっすよね、泊まる人もいろんな旅館に泊まってみるとか、それは絶対いいっすよ ね、 ね、今回まあちょっとね、書店を作んないとみたいなところはあったから、うんね、まあ、だからこそこんだけ吸引力になったっていうのはまあ思うんですけど、なんかどこでも泊まれるっていうのは魅力かもしれないですね、ね、そしたらもっと旅館の人もなんかあーアーティストってこんなこと考えてるんだみたいなのが、だから今なかなか他の新しい旅館でね参加してくださったとこまだロビーに一つとかさ、そうですね、そういう感じが、まあ、まず触りとしてはしょうがないけど、なんかもっと実際住んでる人がいるとか、うん、それこそ古谷旅館と老舗のとこって多分掘ったらめちゃめちゃ面白い話出てくると思うんですよ、そうですね、この文豪が大々が来てこうなるとかだって門もだってだしょうもかな、そうそう、映画のセットってね、そうなの、うん、そのままもう買ったとかもらったね、うん、多分地元の人たちはそれにどれだけすごいかっていうのにまだそこの気づききってないところがすごいあって、うん、やっぱ外から来る人たちとかがそういうのを言ってくれるっていうのは、うん、多分すごく大事な気づきになるんですね、そうですね、地元の人すごいよって言ってあげるってのあったじゃないですか、明美と小前さんと、うんうん、こういう外側から来たものがローカルにどうやってアプローチしていくのかっていうのがない時に、うん、こうやっぱすごいと思ったことがちゃんとすごいって言う、言ってるっていうのはすごい具体的で素敵な解決方法だなと思って、一つできる方法だなと思って、なんかそれが体現できるいいっすよ、なんかすごいってちゃんと、いや本当そのだって赤尾もああいう風に展示されてなくて開いてたら、うん、今みたいには絶対なってないと思うし、うん、なんかすごい魅力的なんですよっていうのもね、そう作品があることによってその魅力が 150%、うん、200% アップしてると思うから、うん、やっぱすごいしっかりアーティストがじっくり見て空間とどう対話するかってむちゃくちゃやってくれてるから、うんうんうん、めちゃくちゃやってましたね。熱海のホテルというか本当にびっくりすることが詰まってる感じで、うん、なんか私も
今回参加する会場を下見する体でいろんな旅館とかホテルを見るきっかけになったんですけど、うん、なんか見た目はこんな感じの入り口なのに、なんか中入るともうどん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 違う建物がなんかやっぱり歴史が結構ある中で増設どんどんしてるんですよね。バブルの時にやっぱみんなガーッと経済が上がって資金もあったので、多分その時に増設してたのとかがすごい残ってて、なんかいい意味で言うとこうなんて言うんでしょう、ユニーク、なんか面白おかしい感じなんですけど意図おかしな感じになっててあのからくり屋敷みたいな、ちょっとでそういうのって東京で新加戸屋もうメロだよね。あれも矢印つけたけど誰も使わない旅館堀田さんとか、あ堀田さんね、結構さ本当みんな今回あの受けてないとこ多いからね、まだ俺もわかんないだろうけれども、自分だからこそ自分の足で歩いた経験になってくれてるのかな。本当にそれはマジで思うし、ね、ちょっとね、あの行ったお客さんも感じてると思うんですよ。それはあのどんなにお客さんとして行ってもアートの見に行ったとしても、あの多分なんじゃこりゃっていうのが結構いい意味で熱海はくれるところがあって、うん、そうですね、私は東京にいてそういう宿に出会ったことはなかったので、うん、なんかこれは熱海の一つのすごい魅力だなっていう風に感じてて、なんか例えばあのアーティストが本当旅館縛りで展示やってみるとかそういうのがあってもいいのかなと思って、また泊まってみると一泊過ごすと朝日がどう見えるとか変わるので、旅館はやっぱり長く滞在してなんぼな場所の一つかなと。地図はこんな近いのにめっちゃ探してる。そうなんですよ。もうすごいね、かわ申し訳ないよ。激楽まで歩いてる人がいて、もうすごいもう。いや、まあ、もう謝る必要ないです。なんか、サービスみたいな。熱海だし、やっぱりなんかその、ね、展覧会がどこまでこう、設定するのかっていうのはやっぱ、すっげー考えないといけない問題だから、ね、やりやすくやりやすくって方法ばっかり。面白くないんで、まあね、しかもそれはもう結果的になったそれやっぱ民間の話になると思うんですけど、だからこそできるっていうことを突き詰めないと、それがローカルのことやれることだし、それだからこそグローバルにいけることだと思うから、まあこれもまあいろんな意味で偶然の産物かもしれないですけど、なんかそこまで俺は迎合する必要は全然ないと思ってて、だからこそフリーランスでやってたりとかやってる人がいっぱい集まってこれできてるんだから、みんな一人かけたらもうできなかったですよね。ギリギリの成立の仕方。文句言うやつは文句言わしとけばいいんだろうと思ってて、それはそれは別の問題で、だからこう別のレジームの話があるから、レジーム界で何ができるのかって、まあそれもあると思うんですけど、また仲間には迷惑かけないってもちろんあると思うんですけど、あと人舐めないとか、いろいろあると思うんですけど、リスペクトですね。このキュレーションチームでも本当に安心感がなんかここをやってくれてるからきっとここやるしかないみたいな感じで、まあ、でもね、どんなに、まあ、カオスではあったとしてもアートグラントがあってこういう場所に行くっていう出来事が生まれてる部分はすごいあると思うんで、私も知らなかったところいっぱいあって、初めて行くところがすごいあって、こんな場所あったんだっていうのが、まあ、アートグラントの存在によってそういう場所に、まあ、少しでもアクセスする人が増えるっていうのでだけでも、まあ、意味はあるのかなって思うんで、うん、そう、いいと思います。全然あの丁寧じゃなくてもわかりやすくないけど、ちょっとダンジョンみたいな感じで、ショートダンジョン、ロールプレイングゲーム、ロールプレイングゲーム。高木さんのキュレーションもダンジョンみたいな、完全にね、迷わせるようにしてますか。あえてね、あえてそこは結構考えたっすね、うん、まあでもこういう時代だからこそいいかもしれない、そういう、うん、それはすごいそう思った。なんか享受するのに慣れてるっていうか、なんかみんないつもなんか用意されちゃすぎちゃってるから、なんか自分の足で探したり自分の頭で考えたりっていう。冠先生が死なないところは全部担保するっていう、ベースがベースを死なないところまで設定してくれたから、だいぶハードルが死なないハードル、死なないハードルとかも、ここ入ったら死ぬみたいなのがやっぱあったんで、そこ閉じてくれたりとかちゃんとそういうとこは設計したし、じゃあ住所入れたらいけるわけじゃないですか、うんうん、少なくとも検索すればね、うん、これを一応見ればそう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 、QR コード多分何せ言い訳みたいな、そう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 、いやでもそうやな、
死ぬわけではないから誰がそれを、ね、準備した尺度なんだっていう現実は一日で回れるように誰が作るってそもそも言ってんみたいな。もう全員見たところの感想違いそうだよね。同じもの見てなさそうだよね。そうですね。なんかその今回はやっぱ自由な座組やからこそ既存のものにあんまり縛られへんつか、なんか気づいてインストールされたものはやっぱこうできるだけ潰していくって作業から僕始めたんで今回だと、そこはやっぱね、思うっすね。やっぱアートフェアとか乱立してたりとか、分かりやすさの、ね、うん、商業施設とかね、うん、とかいろいろある中で、ね、そこの中で何ができんねんっていうのはやっぱ、だいぶ面白かったよね、あのキュレーションはね。来てください。ゆうさんは京都でやるときとなんか違うことありましたか？京都あとで例えば外で外あの久しぶりなんですよ僕この自分のスペースでしかやってなかったのでこの2年間ほとんど、あるいはこうグループ展もするのも2年ぶりだったのでなんかもうエゴ出しまくりでしたね今回。あ、いい意味でその展覧会作るっていうことだけを考えたのですごい自由でした。めちゃめちゃ楽しかった。そう、自由ね、うん、めっちゃ自由でしたね。そういう意味で楽しかったなーって、ね、自由なんですよね、うん、では思います。私もすごい、うん、そこに集中できたのはでかかったです。なんかせっかくなので来てくださった方だからなんかあります？こういうの来てとかあればアート詳しそうな人いらっしゃる見守りたい。いろんな世代が混じってるからだからこそのコラボレーションみたいなのを見たりとか、うん、コラボみたいなのあってもいいんじゃないかなと思って、うん、確かに、まあ、今後ね、うん、2年目の時は2年目は2年も回されますからなんかチーム組んでみても面白いんじゃないかなと思って、うんうん、コミュニケーション少なかったんですよね。そう今回、まあ、俺なんかさ若いのとこう若いのとコミュニケーション取る機会があったからさなんかこう若い力を感じるなとかって思ってなんかまあ自分もでも昔はそうだったんだけどだいぶ落ち着いちゃったなみたいなのもあったからなんかそうやってなんか世代超えてなんか一緒にやったらいい刺激合いとかになってっていうのもなんか生まれんじゃないかなと。確かになんで修二さんがいたからなんかちょっと施工で困った時になんか助けられたりして、まあ、そういうね、うん、立場の役割だというか今回ね物資価格探偵で今回こういうの初めてって言ってましたけど。あ、そうですね。ですね、初めてですね、うん。なんか、ありがとうございました。物資価格探偵みたいな。あ、そうね。物資価格探偵の方ありがとうございます。言われましたもん、まだ。まだよ。もう1回目通して。1回目通して。すごい。すごい。本人です。ね、もうね、高木さんのやつしかちゃんと読んでないんですけど。挿絵俺が描いた。それはもう手に取った人だけあのぐちゃぐちゃな部分を見せてるってだけで展覧会になる前のぐちゃぐちゃしたやつを描いてるです。はい、すいませんでした。いいじゃないですか。ご名誉防止をしなければいいです。プロセス。おかわりですかね。2年目。おかわり、最後はいいと思う。そうあるべきだと思う。美術館とかでもね、こう、まあ、俺美術館で4回連続十和田の美術館で参加するっつうのあったけど、まあもうレアじゃんそれって。そうですね、そういうなんかあのおかしな状況っていうのがあってもいいと思う、うん、普段ないみたいな、うん、でなんかそれができるようななんか土壌だなっていうのも感じたし、うん、で結構コンパクトじゃない街が、うん、そうですね、いろんなとこ点在してるとはいえ、だからまあ他の地方とかよりもなんかこうコンパクトでなおかつこう縦にも階層があってとかって面白いですよね。確かにそうだわ。地形はね、地形はやっぱ面白いですね。地形は面白いって、うん、まあ地形的にかあの昔から町が あるわけない地形じゃない、うんうん、だからこうね、まあ歴史もそんななくて、そんなないっていうのは人類史的だよね。そうですね、確かです。まあ、江戸時代とかぐらいからはこう人が来てとかはあるんだろうけど、でもなんか掘り下げるところがね、まだまだ、うん、掘り下げたいって話ですね。
まあ、俺だったらやるよ。もう一回おかわりしたら。なんか俺あのほら直前でさ足折ってさ。そうだった。下見にも来れなかったしとかね。そうだよね。ちょっと不甲斐ないので。不甲斐なかったので。おかわり。おかわり。ちゃんとやるね。ちょっと忙しい中、みんなの時間もらってありがとうございます。まだ会期も終わってないんですけど、また来年に向けても考えていきたいと思います。はい、ありがとうございました。今日はどうもありがとうございました。